皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はホンダのフリードクロスターをご紹介していきたいと思います。この車は以前ご紹介させていただいた大人気のフリードを SUV テイストに仕上げたお車で、このミニバンだけどアウトドア感漂う雰囲気、すごく気になりますよね。ミニバンの高い実用性はそのままに、 SUV 好きの方にもこれならいいねと思ってもらえるような素晴らしい仕上がりになっているので、内外装を通して詳しく一緒に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するお車はフリードクロスターというガソリンモデルとなります。全長4265mm、全幅1695mm、全高1710mm、 燃費は WLTC モードで 17km です。このフリードは皆さん一度は聞いたことがあると思いますが、 This is 最高にちょうどいいホンダの CM で一躍話題となったあのお車がベースで、まさかこんなにオフロード車らしくかっこよく進化しちゃうなんて本当驚きですよね。累計販売台数が100万台超えと今もなおヒットし続けているお車で、 NBOX よりももう少し大きさが欲しいけどミニバンまでは必要ないという方に、まさにちょうどよくてかっこいい素晴らしい仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この切れ長のヘッドライトに大型のブラックグリル、バンパーのプロテクター部分といい、 SUV らしく力強い、そんなフロントマスクとなっています。実はこのクロスターはグリルにバンパー部分と全てが専用デザインとなっていて、このフリードの面影をしっかり残しつつも、キャンプやアウトドアに出かけたくなるようなアウトドアデザイン、なんだか心が惹かれますよね。 SUV らしい力強さはもちろんのこと、低重心でスポーティーな雰囲気も感じられ、これは SUV 好きの子育て世代の方はかなり心が動かされるデザインじゃないのかなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、今回のお車は LED ヘッドライトのオプション装着車となっています。フォグライトは標準で LED が採用され、このワイドな形状といい、夜はかなり存在感がありそうです。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ミニバンをキュッと小さくしたようなちょうどいいサイズ感に、クロスター専用の大型アルミホイールといい、こちらも SUV 感強めのかっこいい、そんなサイドデザインとなっています。ここのドアミラーとドアハンドルはクロスター専用のシルバー塗装が施され、またここのルーフレールは雰囲気だけでなく実用性も持たせるようにかなりこだわって作ったそうです。さらに SUV らしさを出すため、サイド部分にはブラック塗装も施され、このカスタム感、これはとてもおしゃれに感じます。タイヤは15インチです。この星型のホイールもとても素敵ですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、丸みを帯びたミニバンフォルムに吊り上がったリアコンビネーションといい、とても優しさと強さを感じる、そんなリアデザインとなっています。専用のダーククロームメッキやバンパー部分にはプロテクターのような加色も施され、この程よいカスタム感といい、加色具合もちょうどよく感じられますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、このリアコンビネーションの角のような造形、すごくかっこいいですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックとブラウンの木目調でデザインされた温かみを感じる、そんなデザインとなっています。誰もがリラックスできる室内空間を目指してデザインされたそうで、ウォークスルーができる広々空間や使い勝手のいいデザインといい、やっぱフリードはいいよねと思わせてくれるような素晴らしい作りになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央にはナビが搭載されています。その上には押しやすい位置にハザードボタンと、ナビの下にはエアコンの操作パネルがついています。温度調整はダイヤルで調整することができ、ぜひ見てほしいんですが、温度を下げると青く、温度を上げると赤く、とても綺麗に発光するおしゃれな仕様となっています。その隣にはシフトレバーが備わっていて、
バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。ここにはエコモードのボタン、その下には格納式のドリンクホルダーと、なんとその下にはテーブルまで備わっていて、仕事終わりやドライブ中にちょっとブレイクしたい時にもこういうスペースがあるととても嬉しいですよね。そしてその下にはアクセサリーソケットと USB、 その隣にはちょっとした小物入れがついています。全体的に言えるんですが、操作系は押しやすいように角度が少しつけられていて、先ほどのナビもそうですが、リビングのような空間にテレビをデザインしたような一体感といい、こういういい意味で車らしくないデザインが心地よさに大きくつながっているんだなと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、プライムスムースとファブリックの贅沢な専用シートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、程よい反発感もあり、とても快適な印象です。また運転席助手席ともにそれぞれアームレストも備わり、この三角窓の広さもそうですが、想像以上に視界もよく、これはすごく安心して運転ができそうだなと思いました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも細すぎないのでとても運転がしやすい印象です。ハンドルの左側でナビなどの操作ができ、右側はクルーズコントロールやメーター内のディスプレイ操作ができるようになっています。ハンドルの調整はここのレバーを手前に引き、前後上下に大きく調整することもできます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターはワイドでおしゃれなデザインに仕上げられていて、中央にはデジタル表示された大きなスピードメーターがついています。パッと見た瞬間にもとても分かりやすく、好印象だなと感じました。そしてこのフリードには面白い機能も備わっていて、ここのメーターの色を変えることができたり、ウインカーの音をこのように3種類から選べたりと、こういう気分転換の要素を入れてくるのは本当に素敵だなと思いました。メーター手前には大きな収納空間も備わっていて、ティッシュボックスはもちろんのこと、ちょっとした小物まで置ける大きなスペースとなっています。運転席前にも大きなトレイが備わり、アームレストにはコンビニフックがつくなど、こういうかゆいところに手が届く作りは売れているのも納得だなと感じる部分ですよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、こちらもインパネ周り同様、とても上質感漂うおしゃれなデザインとなっています。ここにはたくさんの収納スペースも備わっていて、すごく重宝しそうだなと感じました。ドアを閉めた音はこのようになっています。運転席右側にはスライドドアの開閉スイッチ、ETC 車載機と、その下には給油口を開けるレバーがついています。中央上部にはルームミラーと後席確認用のミラーが備わり、振り向かなくても後席にいるお子様などを確認できるのは事故リスクも減らせるので、すごくいいアイディアだなと感じました。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡のみ備わり、グローブボックスは車格相応のものがついています。それでは次に気になる2列目を見ていきましょう。ドアは Nボックス 同様、とても軽い力で開けられる、そんな仕様となっています。また低床設計なので乗り込みもしやすく、シートに座った感じもとてもよく、足元空間頭上空間ともにとても広く、これは非常に快適です。また2列目もそれぞれアームレストが備わり、リクライニングも大きくできるので、これは4人家族では贅沢すぎるくらいの空間だなと感じました。シートバックポケットは助手席前に備わり、スマホなどをさせるポケットとドリンクホルダーは両席ともにそれぞれついています。少し気になったのは、このお車にはロールサンシェードがついてなく、ミクモデルは全てオプション扱いとなっています。またシートバックテーブルもオプション扱いになっていて、つける方は多いんじゃないかと思いますが、標準装備だったらもっと良かったのになぁと個人的には感じました。そして冒頭でもお話ししましたが、
どの席にもウォークスルーでアクセスすることができるのがこのフリードの魅力部分でもあるのですが、大雨やどうしても外に出たくない状況でも全席自由に移動できちゃうというのは本当素晴らしいですよね。3列目はウォークスルーでも、2列目をこのように倒してでも、どちらからでも乗り込めるようになっています。シートに座った感じは、今2列目のシートを真ん中あたりにしているのですが、足元空間はかなり広いとは言えませんが、コンパクトミニバンなので十分かなという印象です。また両サイドにはドリンクホルダーと、なんとリクライニング機能も備わっていて、3列目の方の快適性もしっかり考えられた作りはすごく好印象だなと感じました。そして2列目のシートを一番後ろまで下げた場合は、3列目はさすがに座るのが厳しそうな印象ですが、ポジショニング次第では十分3列目も快適に機能することができるので、これは本当にこの車のサイズ感では素晴らしいなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。室内はこのような感じで、この車格で3列仕様なので、あるだけでも十分すぎるぐらいの、そんな日室空間となっています。さらに日室スペースを拡大したいときには、3列目を跳ね上げることができるので、今から実際にやってみたいと思います。まず座席横にあるレバーを前に倒して、足元にある紐を引っ張るとロックが解除されるので、このまま持ち上げ、足を畳み、格納してあるフックをかけることで跳ね上げることができます。シート自体すごくしっかり作られているので、重さも十分にあり、力に自信のない女性は少し大変かと思いますが、できなくはないほどの印象です。3列目を畳むとこのような感じで、とても広々とした贅沢な2室空間となっています。またこちらも低床設定なので、荷物の乗せ下ろしもとてもしやすく、他にもこのように多彩なシートアレンジができるので、ちょっとした長旅での仮眠にもぴったりかなと感じました。いかがでしたか？本日はホンダのフリードクロスターをご紹介させていただきましたが、このコンパクトミニバンだと思えないようなアクティブでかっこいいスタイルに、室内に入ればおしゃれで使い勝手のいい快適空間、まさにこれこそいいとこ取りの素晴らしい一台でしたよね。使い勝手はもちろんのこと、この大自然に溶け込むようなミニバンだからこそ選びたいと思えるようなこの仕様は、これからもどんどん人気を集めていくんじゃないかなと感じました。実際にフリードクロスターに乗られている方の感想や、試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひコメント欄に書いていってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると、動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。使い勝手はもちろんのこと、このお腹の